林道社勧誘は、漢方薬の処方の一つで、膀胱炎などの尿路や生殖器の炎症を抑え、尿の出を良くする。比較的体力があり、冷えのないものに使用する。漢方の古典と言われる、中国の遺書、摂氏十六種に記載がある。清熱社科である林道を主役とし、清熱の口なし、高齢、清熱利水の大箱子、沢方、明け火、補欠の利用。 陶器により処方は構成される。中医学では簡単微左官に用いる。脈は減活数、絶質はくれない。絶対は気油。膀胱炎、膣炎、子宮内膜症など、主に尿路疾患に用い、肺尿痛、貧尿、残尿感、尿の濁り、陰部のかゆみなどに効果がある。また、自律神経の加工心を抑制する作用があることから、これを原因とする不眠。 イライラ、怒りっぽさ、目の充血、激しい頭痛などにも効果がある。有効成分は特定されていないものの、コタロー漢方製薬により、以下の含有成分が判明している。なお、コタロー漢方製薬の林道車間油は、その他の気薬を含んでいるため、一般的なものではない。漢方製剤 N76 コタロー硫炭車管と、 林道動者寛容エキス採流医薬品インタビューフォーム。ありがとうございます。